始まりました。今日は送り本ですね。で、まあどうでもいいんですけど、ドドド大冒険10パック買ってきたんで今日は開封していきます。ゲオで買ってきました。お盆なんですけど、ものすごいなんか人はたくさんいますね。お盆はやっぱり。フラッグはダンジョンワールドです。レザーバックラドラゴン、お、ドラゴブレイカーで、今回の狙いはポイント、神代騎士のドラゴン、グローリーシーカー、伝説の勇者タスク、まあそんな感じですね。ドラゴゼーレ、まあ10パック買ったのは正直まあ良かったと思ってます。8パックとかじゃなくて、結構まだ診断なんで。タクソード、お、コンティニューいいですね。まあ診断といってももうすぐ新しいまあ段が出るんですがね。モンスターマスターアレルタ、サンダースパルティス、はい、ガチレアようやく出ました。天空忍者闇ガラスですね。闇ガラスはいいカードです。何パックだったっけかな、わかんない目。マジックワールド、ブラスシールド、シャドウシャムシール、当たり付きミミックいいですね。個人的には当たり付きは俺的に好きです。てかまあダンジョンワールドでも結構使えるカードだと思うんで。ドラゴンワールドフラッグ、ドラゴジーニアス、跳躍忍者、バケットアーム、お、ダンシングマジシャン哲也、あれ、残山浄水、ガラク、ガラク、トウト、ナガクラ、オギ、五国刀陣の剣、遊び人ザゴールド来た。はい、遊び人ザゴールド超勝ちですね。多分これ初かな、まだ1枚も当てたことない。初カードですね。残り3パック。なんかちょっと集中力切れてきた。今日プリパラと、あとバディファなんで。ディエマも今日やるしね。闇忍術、特精進、ミッションカード、残り2パックですね。あ、光ってる、超ガチや。エンペラーシール、バケット、ラケット、バックラー、
あ、来た。ジャックナイフバイシュタント。3枚目。嬉しいですね。俺の好きなカードです。これ結構ね、シールド手札に持ってこれるんで、必攻だと思いますね。まあ、必攻っていうか、まあ、結構使えるドラゴンワールドで。はい、ラスト。ドラゴンワールドだったね。ドラゴジーニ、トード、マインゴージュ。そう、まあ、そうだか。ってことで、まあ、今回使えるカードが、当たり付きコンテニュー、ドラゴゼール、ドラゴブレイカー。で、超ガチのバイシュタントが出ました。そしてザゴールド。ガチエアの鉄矢。そして闇ガラスです。まあまあな収穫でしたね。まあまあですね。本当にまあまあ。まあまあ普通です。まあそんなに、飛び抜けていいってわけじゃないけど、まあ良かったと思います。では、ご視聴ありがとうございました。